さあやっていきましょうか。バイオヘルシング、イトゥー。てなわけでね、前回はね、なんかちょっとよくわかんないね、G2 に飲み込まれまくって、結局4回ほどコンテナをピコ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 やってて、ね、なんとか無事に 5度目の正直はなくクリアすることができたんですけど、今回、股関節を、打ってね、とりあえず、やって、まあ、研究施設に入り込んできましたんで、まあ、ちょっと今回シェリーを助けるためにね、研究施設に暴れ回っていきたいと思いますので、まあ、ぜひね、チャンネル登録ボタン、グッドボタン押して応援してくれたら嬉しいでございます。まあ、なんか一時よくわかんないけど、チャンネル登録者がなんかちょろっとピロッと増えたんだけど、なんかまたちょっとじわじわ減ってきているっていうことなんで、まあトークがシンプルに面白くないし、ゲーム内容も全然すぎ、そんなそんなそんな、逃げちゃダメよ。下半身の思いにどっか行っちゃったかもしれない。あー、ずるずる引っ張ってきてる。お腹はプルンプルンしてる。おっぱいプルンプルンしてる。腕はプルンプルンしてる。ミキプルーン。そういえば、いつの間にかミキプルーンの音楽、音楽じゃねえや。CM って見なくなったよね。どこ行っちゃった？あ、来たー。すげえ来たー。なんか初めてゾンビって、怖くねって、今、ゾワッとした。生きてるのかな？もうさすがにでも、無理だよ。お尻プリンプリンしてる。研究者、そうだね。白衣を着せたまんま、キャッキャウフフアハンハンするって。なんかちょっとね、男のマロンが詰まってるかもしれない。じゃ、このまま進んでいく。あれもなんか今ずっしんってしなかった。気のせい。これ違う。これはちぎれた。あと、もう一個ちぎ、あれ？もう一個ちぎれた。血まみれ。やばい。なんか毎回ここを通るときにくしゃみしてそうな気がする。多分ここがホコリっぽいからだね。見るからにホコリまみれ。あんなはしごでこんなすぐ登れるようなところがついてるってなんか変な感じだけどね。ちょっと取っちゃいましょう。で、ナイフ一応取っとくか。で、ここどこ？どっち？いるね。背中向けてるね。振り向かない。屍の上。おーい。おーい。本当に何も起こらなかった。あ、やべ、めんどくせえ。何にも起こらなかったね。あんなになんか騒がしい感じだった。あ、でもあれなんかな、あそこ行ってるってことなんかみんなで楽しいパーティーしてるの、俺だけなんで置いてきぼりなんだよ、俺も混ぜてくれよみたいな、そういうオチなのかな。わかんないけど。よし、じゃあ。まあ、とはいえ、この子があそこにいたらすごい邪魔なんでね。かわすのめんどくさいから。ちょい。やった、振り見た。ああ、そっちだったのか。愛しのマイスイートハート。じゃあ、はい。よいしょ。でもすごいね。手じゃなくてさ、あえてその、なんて言ったらいいんだろう。頭のところしっかりと押さえて、ナイフさせるっていうのは、やっぱサバイバル能力たけてるよね。踏みつかれそうになったら思わず手のところ刺しちゃいそうになりますね。手、地図じゃねえや。口のところにこう添えて、で、噛まれながらナイフ刺して、で、自分がゾンビ化していく中で娘が生まれた瞬間っていうのを思い出して電車から落ちていくっていうシーンが、なんかこうちょっと目に浮かんでくるんだけど。どっかのハングルじゃねえか。ちょっとアイテム持ちすぎたんで整理してからいきます。こんなナイフいるっていう話だよね。いらねえいらねえ。これは、一旦、でもまだこれでも使うところがねえべやな。やっちまったな。とりあえずカチャコンだけしとこう。チュイン。威力が上がるんだったっけこれしたら。全然説明文読んでないけどね。よっしゃ、じゃあ進んでいきましょう。コーヒーがぬるーいの。せっかく温めたのに。せっかくホットコーヒー。今実況してる部屋がさ、違う、アルファのバーキー博士、そいつをよこしてください。違う、そうじゃなくて、そう、今ね、実況してる部屋が、普段そのゲームとか遊んだりするのってリビングでやってるからさ、こう家族とか他にも行ってすごいあったかいんだけど、僕の部屋ね、寒いんだよね。
僕の部屋って言ったらあれなんだけど、僕の部屋があるわけじゃないんだけど、なんか僕だけがまあメインで使ってる仕事部屋があって、まあ本棚とかいろいろあるんだけど、誰も他に使う人がいないから僕だけ使わせてもらってるんだけど、まあシンプルに寒いんだよね。 OSS で楽勝チキン。これで復活してくるかな、ドラ復活する。頭足腕、頭、腕、待って生きてる。しぶとい、しぶとい。プルプルしてる、プルプルしてる。あ、終わった。これがリー博士ですね。リー博士のね、断末魔が描かれている日記があるんですが、読んでみたいという方はね、ぜひ、ご自身で購入してプレイしてみてください。じゃあ、セカンド2。セカンド 2?頭が頭痛みたいな。違う、セカンドエリア、なんだっけ、ウエストエリアだっけ、違うな、イーストエリアか。に向かっていきましょう。にしてもすごいよね、これが1998年にできている地下研究施設ですよ。うん、こんなのができるなんて他に多分ないと思うからね。スピーミー行きましょう。じゃあここテク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 渡っていって、これね、ちょっと今ちょっと足が痒くて書きながらやっていくから、なんかすごい壁に向かって走ってたけど、気になさらないでください。はい、でここカシャで、とりあえず取っていらないアイテム、これは、あ、違うな、ガンパウダーか。ガンパウダーだ、ハンドガンの弾しか作れなくて別にいらないんだよな。これ預けの、預けの、あ、違う、あれ、これこれ。で、強化火薬、組み合わせとか別にいらないか。硫酸弾。どうしようかな。Thinking time. OK。で、ガッチャンコした方が良さげだから。OK。そう、なんかちょっとたまに余裕があるので、まあ やつが出てきた時にね、なんかゾンビがさらにムキムキになって脳みそをむき出して舌ベロンベロンやってる怪獣とかいるじゃないですか。あいつをこう倒す時にこれだとなかなかうまくいかないので、まずは膝小僧、金玉、おじさんの金玉で、おじさんの金玉って、おじさんの金玉だとドストレートなことになっちゃうから、おじさんの金の玉だよ。よし、じゃあ起き上がれ、たまたまでオッケーオッケー、もう生きたよし、はい、おやすみ。これ一発でいけるはずだよね。で、あち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 、これ地味に食らうのかな。あんなに燃え広がってるのに一瞬で沈下するっていうね、クレアの多分、うん、水分量多め、さすが女子大生。でもなんか最近思うんだよね、なんかさ30代になってから思うんだけど、あれ ビニール袋とかさ、こう お肉とかさ、魚のパック買った時とかにさ、水が漏れても大丈夫なようにビニール袋をさ、小袋のやつの方を売ったりするじゃん。あれがうまく取れないというか、ずらして入れるようにできないっていうのが、なんか自分の中からこう水分がなくなっていって、あ、焦げてる、自分の中から水分がなくなっていて、だんだん年を取ってってるんだろうであろうなっていう、なんか なんとなくのこう予想。これは落ちてこないのか、これどのタイミングで落ちてくるんだろうな。こっちもリリ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 リ、無理か。じゃあ拾って、でも上の方、あいつ落ちてくるんだな、なるほどな、あいつを落としといて、こいつもこうちょっとやっといて、プルンプルンプルン、できれば一発で済ませたいという、こう貧乏症なんだよね。そう、こいつ目の前のやつが苦しんでいく間に後ろのやつが苦しんじゃってるんだよな。で
で今向かってきているやつも、そう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 、よし、オッケー、よしよし、オッケー。でどっちも行ったからって、これで真ん中で一発でいけるだしょう、いけるだしょう。燃えろよ燃えろよ、どこまでに、あれ、ちょっと待って、2体とも生きてる。うわ、クソもったいねー、あとちょっとだったんだ。なんだよ、一応さ、そのさ、体の水分量をさ、こう保つために、ま、毎日保湿クリームとか化粧水は塗ってんだけどね。あの化粧水だけ塗ってる人は、なんかこれ僕いろいろ調べたわけじゃなくて、あのすごい肌の綺麗な女の子に聞いたんだけ ど、化粧水だけ塗ってる人はバカだよっていう、思いっきり言って、なんでなのって、あの何も塗らないよりはいいんじゃないのって言ったけど、髪にさ水塗るでしょ、あの後パリッパリになるじゃん乾かしたらって、お肌にもそれと同じ現象が起こるんだよって。なるほど、だからその水分が逃げないようにするために、お肌パリパリにしないようにするために保湿クリームとか、まあもしくはオイルとかを塗らなきゃダメなんだよって言われて、なるほどねって思って、うん、それは確かに。でその子はもうずっと、あの大学生くらいの頃からそれやってて、ものすごい肌綺麗なの。なんで、僕の1個上なんだけどね、僕の1歳上なんだけど、うん、すっげえ肌綺麗だから、いやー、さすがやっぱり実践、間違えて、実践されてる方のね、お言葉は重くて、そして鮮明じゃねえ、聡明であるって思ったよね。さあ行きましょう。これ3体でもまだあと2体出てくるはずなんだよね。あれ開けたからっつってさ、1体またなく、なんか落ちてこなかった、わかんない、ちょっと怖いから降りる、さよならバイバイで降りていって、よし、アイテム This Elier Gunpowder Lucendan、 Lucendan どんどん使っていこうか、課長にどこまで進めるかだよな。よし、じゃあこっち行って、さあフランクパーティーの始まりで、て全員起き上がる、いつまで寝てんだ、おはようございます、でー燃え広がりっす、これだけやな、めっちゃ燃えてんの。なんだよ、もっと燃え広がってくれてるのかな、沈下が早いんじゃん、ロロロロ寝てんじゃねえよ、たかだかテキーラ3杯飲んだ程度でよ、一口も飲めなきゃ。じゃあここで行きましょう。こっち進んでいったらやつが出てくるけど、その前にここつけとくか。MR、じゃあ MUF か。よしよしよし。じゃあ URF だね。なんかもう言っていることとやってることがもうむちゃくちゃになってる。よし、OK。いけ。チュポン。ジュワ。ジュンジュワ。今思えば何が面白いんだろうな、ジュンジュワって。笑い犬の冒険とか好きだったけどね。さあ出てこい、さあ出てこい、ジュコン、イエー、オッケー、さあもう一体こい、あ、ちょっと早い、予想以上に早いから、お前暗い子にやろう、さあこれで、あ、ちょっと待って、一回死なない、ちょっと待って、さあさあさあ起き上がれ、起き上がってくる、こいつも起き上がってくる、だからゼロ距離で撃ったから、ちょっと待って、いやばうわ、激しめー、オッケー、あ、なんだ、もうほぼ終わりだったんだ、ごめんね、苦しめちゃった、よし、じゃあこれちょっと食っとくか、あれ、あ、思った以上に傷は深かったみたいだ、全然回復しなかった、くそー、まあいいや、まあちょっといいところまで降りてきたんで、一旦この辺りでセーブして終わりにして、次進めていきたいと思う、次はまあワクチンゲッチューのところまでね行くかなと思うんで、一旦こいつも取っといて、防御アイテムはいくらあってもいいからね。さあ、ちょっとサーバールームのくっそあっちいところでね、あのクレアもね、服脱いでるところだから、脇汗じゅんじゅわしてもらいながらね、この辺りで一旦終わりにしたいと思います。アイテム整理。ガンパウダー。もう、強化火薬と、ガンパウダーが出てくることはないかな。まあ、しばらくこれ使うこともないしね。うん。でも問題ないかな。OK。美味しそう。これは1個残しといて、こいつも1個残しといて、まあそんな感じでいいかな。
よし。じゃあね、本パートもね、最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。最初の方にも言ったけどね、ぜひチャンネル登録ボタン、グッドボタンを押してね、まあ、こんなのほほんとしたバイオハザードもあってもいいんじゃないか、スーパーテクや、面白いトークだけじゃない、こういったラジオ感覚ののほほんとしたやつも面白い。まあ、トークテーマ もね、大募集してますんで、ぜひコメント欄、もしくはツイッターの DM を送っていただけたら、それにお答えしたテーマで喋っていきたいと思います。では、お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。